ょち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 ょはいどうもー、はい、楽しみ週間の時間ですよーと。さあ、よいしょ。いやー、今日もね、今回楽しみですよ。ありがとうございます、いつもいつも。季節限定、楽しみにしておりました。春でございます。いよいよ、いよいよ春ですね、でございます。いや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 、ありがとうございます。小島さん、いつもいつもありがとうございます。わ、かわいいな、あ、かわいい。春ですから、サワラですね、お魚は。きっとお魚はサワラでしょう。春と書きますから、春魚、魚春、春の魚、サワラですからね。当たってますよね。英語だけじゃないんです、漢字も苦手なんです。サワラ、サワラ検事関係ないです。物笑い芸人のね、沢田健二さんっていうのがね、いたとかいなかったとか、わかりました。本当ごめんなさい、いい加減で。崎陽軒、崎陽軒のね、この弁当大好きです。初めての。いただきます。この初めての弁当が大好きです。おかしいね。崎陽軒が大好きです。崎陽軒の弁当全部好きです。もう醤油使っちゃおう。最初にかけちゃおう。卵にもかけちゃおう。いやー、この弁当はね、こういう弁当つな、冷めて、冷めてっていう言い方もだって僕としてはあれなんだよ。おい、ごめんね。冷めてるっていう感覚じゃないんだもんな。うん、本当に。いただきます。やっぱりね、シューマイからでしょ。何もつけない、醤油もつけたら一緒に入れます。うん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 、あ、春の味がそんな、シューマイも気持ちの問題ですよ。うん、あ、おいしい。あ、タケノコか、春だから。お前でしたな。うん、うん、これも美味しい。いろんなおかずがね、もうちょっとずつ入ってんの、最高ですね。うん、美味しい。わさびな。わさびなでいいのかな。スタートが狛江でよかったな。東京生活の、関東生活のスタートが狛江で本当によかった。うん、おいしい。桜のね、香りがふわーっとするわけですよ。あ、おいしい。うん、うん、本当美味しい。サワラでしょ。いましたか、本当にモノマネ芸人のサワラ健二さんっていましたっけ。いないか、調べてみるか。おはようございます。ラインしたんすけど。うん、あ、今見て、ごめん、今見るわ。で、挙句の果てに7と9を間違えて、うん、通信障害って何の通信。レシカなんかのデータじゃないですか、うん、全部みんな手書きで。ああ、トラブってたんだ。はい、マクドナルドトラブってたらしいです。ありがとうございます。自分のも買いました。また買ってよ。本当になんかパシリにやってるみたいじゃないですか。
どうぞ自分の買ってくださいよ。そこの販売機でもいいから。はい。そこの販売機でもいいから自分のも買ってちょうだい。あります。今なんかしゃべる、そうだ。お笑い芸人で沢良健二っていたっけ？あ、はい。適当だな、ほんとに。ほんと適当だな。あ、入ってる。S 渡さん。YouTuber か。もうちょっとよく分かんなくなってきました。沢良健二さんが実在するかどうか分かりません。もう大丈夫、終わった。この米美味しいな。なんだ。うん。まあいいね。うん、いいね。桜のこれ形のこんにゃくでしょうね、これね。おはようございます。おはようございます。3635円ですね。はい。小島さん、小島さんからいただきました崎陽軒の季節限定弁当春。最後のこのね、甘いのをね、あるのもいいですね。でもだってもう、あ、江沢大さんにお願いして買ってきていただいたコーヒーを飲んでお願いしましょう。好きですね。最初、昨日も話したんですお客さんと。最初これが出てきた時もなんてことやってくれてんだと、ね、こんな狭いところからあっちの方が出てきて、これもうとんでもないよって。何
を考えてんだと思ったもんでしたけど、慣れましたね、人間不思議なもんで。よし、小島さんからいただきました季節限定の崎陽軒の弁当春と、エスワタヤさんに買ってきてもらったマクドナルドのホットコーヒー、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃうと、はい。